こんにちは。バトラ様、ご紹介いたします。後宮本家にお仕えしております使用人の一人です。加納さん、お客様にご挨拶を。はじめまして、使用人の。カノンさん、もう少し何か挨拶することはできませんか？いえ、僕たちは家具ですから。カノン君は寡黙でさ、余計なおしゃべりはしない性分なんだよ。愛想は少し悪いけど、根はいい人なんだぜ。誤解しないで。ここに勤めて3年になるんだっけ。確か合田さんより1年長いんだよね、カノン君。そっか、よろしくな。俺はバトラ18だけど、君はいくつだい？確か私たちの2つ下だから16だったよな。はい、そうです。近いとして嬉しいぜ。気さくにバトラって呼んでくれよな。俺も君のことはカノンって呼ぶぜ。ありがとうございます。お気持ちだけで結構です、バトラ様。もう少し愛想よくはできませんか？笑顔も使用人の義務ですよ。申し訳ありません、努力します。ゴーダさん、カノン君もいろいろ頑張ってるんですよねえ。それではまだ仕事がありますので失礼します。何をしてるんですか。さあさあ早く片付けて。
大丈夫かよ、そそっかしいな。ほら、お嬢様、お召し物が汚れます。ここはお任せください。おお、お召し物が汚れる。安心しろよ、俺が着てるのはそんなお上品なものじゃねえぜ。それによ、俺はレストランで落ちたフォークをウェイトレスに拾わせるってやつが大嫌いなんだ。バトラ様、結構です。僕が全てやりますので。気にすんな、こう見えても鍛え方が違うぜ。結構重いね。カノン君が苦労するのも無理はないよ。カノン君、気にしないで。これぞ俺の見せ場さ。これでさっきの船の分はチャラだよな。ふん、この程度のことじゃさっきの大騒ぎが帳消しになるもんかよ。カノン君にも後で教えてやるよ。バトラったら面白いんだぜ。落ちる落ちる。お見苦しいところをお見せして申し訳ございませんでした。さあさあ、もう結構ですよ、行ってください。ゴーダさんもいじめすぎよ。意地悪言わないで、あなたも手伝えばよかったんじゃない。これは至りませんで、誠に申し訳ございませんでした。カノン君もええところは行さんあるんやで。ただ若いんかの、いろいろと損をしとる。もったいないわ。気難しい年頃さ、そっとしといてやれよ。使用人は寡黙なくらいがちょうどいいさな、熊沢さん。ルドルフ様は手厳しゅうございますこと。私ほど使用人で寡黙なものはおりませんとも。そろそろ荷物を置きたいわね。ゴーダさん、部屋割りはどうなってるのかしら。昨年と同じになっております。さあ、ご案内いたします。どうぞこちらへ。
バラの庭園は記憶にあったんだけどよ、このゲストハウスっつうのは記憶にねえな。これ建てたのは最近か？正解だよ。立ったのはつい一昨年さ。それ以降は僕たちはこっちに泊めさせてもらってるんだよ。年季の入ったボロ屋敷よりこっちの方が好評みてえだしな。私も自分の部屋をこっちに持ちたいぜ。マリアも持ちたい持ちたい。エヴァ様、秀吉様、こちらのお部屋をお使いくださいませ。ルドルフ様、キリエ様は、こちらのお部屋をお使いくださいませ。やっぱりここは綺麗で上品でいいわね。洋風って、本当に素敵だわ。ほんの2、3日なら洋風もええやろが、ずっといて落ち着くのは断固和風やで。日本人は畳の上が一番くつろげるんや。新しい家を和風にするか洋風にするかで喧嘩してね。お父さんが和風で着工させたのを母さんまだ根に持ってよく言い合いをするんだよ。ジョージ兄さんのところは両親仲が良くて羨ましいぜ。うちなんか冷め切ったもんさ。そのくせ私の成績の話だけは連帯しやがる。何気持ち悪い顔で笑ってんのよ。どうせ下世話なこと考えてるんでしょう。下世話なんてとんでもない。どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。あ、はい、じゃあじゃあじゃあよくそうやじ。バカなこと言ってんじゃねえ。俺は胃がキリキリ痛み始めてて、とてもそんな元気はわかねえぜ。今回はお前が主賓だろうが、せいぜい親父や兄貴たちに可愛がられるよ。親父の前では言葉遣いにだけ気をつけろ。あの人本当にシャレが通じねえからな。ジェシカちゃん、我らが当主様のご機嫌は最近どうなんだ？去年から相変わらずかな。余命3ヶ月余命3ヶ月って割には相変わらずピンピンカリカリイライラしてるって話です。今年も相変わらず不機嫌ってわけね。おもりができるのはやっぱり源氏さんだけなの？親方様も源氏さんにだけは心を許しておいでのようです。私たち下々では近頃はお目通りすらなかなか叶わず。また所詮に閉じこもって怪しげな黒魔術三昧じゃねえのかな。何をやろうとてめえの趣味だから構わねえけど、匂いが立ち込める系は勘弁してほしいもんだぜ。ついでにそのまま書斎から永久に出てくんなってんだ。年長の人にそんな言い方をするもんじゃないよ。後宮家を復興させてくれた大恩人なんだから、もっと感謝しないと。まあごめん。
6年前は俺も小学生だったが、さすがに今は高校生だ。失礼のある態度なんか取ったら大変なことになるかもしれねえな。怖い。確かにこわもてだけど、そんなに固くなるほど怖い人じゃないよ。決して理不尽なことは言ってないもん。口下手なだけでちゃんと筋は通す人だよ。ジョージ兄さんは昔から成績優秀で一族の鏡じゃねえかよ。私たちとじゃじい様の待遇が全然違うぜ。私なんか木刀で引っ叩かれたことあるしよ。尻だぜ尻。それも乙女の生尻をよ。ジェシカちゃんは本家の跡取り娘だもん。おじい様も特に目をかけてくれてるんだよ。その厳しさは期待の気持ちの裏返しだと思わなくちゃ。冗談じゃねえぜ。その跡取りってやつはジョージ兄さんに譲るよ。私が担ぐにはちょいとしんどいぜ。ちゃんには押し付けねえよ。この十字架は私が墓まで背負ってくよ。安心しなって。マリアいらっしゃい。お母さんとマリアはこの部屋よ。バトラ君は僕と一緒にこっちの部屋だってさ。おお、なになに、こりゃ驚いた。親たちの部屋より広めじゃないのよ。わお。どうせいとこ同士で集まるだろうと思ってよ、大きめの部屋にするように言っておいたんだ。おお、マリアもこっちがいい。ママと一緒よりこっち。